皆さんこんにちは、マイケルの鉄オタ部屋へようこそ。マイケルの時刻表チャンネルです。本日もご乗車ありがとうございます。前回はこちらの楠川駅を紹介しました。阪神本線で、今後は石屋川駅まで紹介するまでは、この駅ナンバーリング通り行きます。はい、駅ナンバーリング通り行きますので、よろしくお願いします。今回は HS16 番阪神本線今津駅でございます。阪急の方は HK20 番になります。はい、阪急は HK20 番になります。阪急の今津駅は、今津線の方の、改札に行ってください。そこでもらえます。阪神本線は、普通の、改札からもらえることができます。この今津駅の種別はと言いますと、こちら区間特急急行と快速急行が止まると感じになっております。基本直通特急は甲子園の次は西宮まで止まりません。はい、こちら2016年3月19日全線ダイヤ改正しますよという広告でございます。これね、大阪梅田駅に欲しいんですけどね、持ってる人いるのかな。僕の友達に持ってたらね、ちょっとじゃあどこかな。はい、ちなみにこのダイヤ改正しますよっていうね、この広告が入ってるのが2016年3月の発行です。だから2016年3月初旬に作られたものになります。はい、前回紹介した楠川駅とね、ちょっと始発ね、ちょっと見ましょう。あ、待って、明らかに違いますよ、明らかに違う。待ってください。こっちが楠川駅で4時59分ですよね。本当だと5時発なんですよね。5時ジャスト。これね、発行されたのが2016年の3月なんで、2016年の3月の18日までのなんで、うわ、これはちょっとレアですね。最新版の方は、持っていないんですけどね、またね、大阪梅田駅に行った際に、この駅からこの駅までくださいという時に、今津駅に入れます。はい、いや、驚きましたね。2016年の3月の18日前のダイヤだったとはね。はい、今気づきました。といっても、ね、ここの時点で気づきましたわ。はい、なんで2016年3月18日金曜日までのダイヤになります。その当時は、4時58分始発の24時26分尼崎行き、これが最終です。これが当時のものです。発行されて間もない頃のね、時刻表です。はい、で、神戸姫路方面、これね、ロゴとかこれね、見てください、全然変わりないですね。はい、じゃあね、神戸姫路方面はと言いますと、4時48分新海地行き、終電が24時42分石屋川行きとなっています。それではですね、急行の停車駅ですね。神戸姫路方面 の方は、基本西宮止まりなんですが、阪神御影行きがございます。御影行きの急行停車駅は、西宮、芦屋、魚崎です。快速急行も、同じです。西宮、芦屋、魚崎です。
で、三影は通過で魚崎の次が三宮まで止まらないという状態ですね。尼崎、大阪、梅田、難波、7方面はと言いますと、区間特急は、甲子園、尼崎、野田となっていますので、西宮は通過ですね。急行は、西宮止まりの、梅田から来た車両で西宮止まりもあります。三陰から来た場合は、今津の次が甲子園、甲子園、向こう側、尼崎、野田です。昔は福島駅も止まったんですが、現在は福島駅も止まらない感じですね。で、快速急行は甲子園、尼崎、西九条から、鶴橋までの各駅と、生駒から、近鉄奈良までの各駅になっています。で、この今津駅はですね、快速急行でもここと、向こう側駅の停車タイプとあります。で、ここは通過しての向こう側停車タイプもあります。はい、今回は、阪神本線の今津駅の時刻表を紹介しました。ちょっと変だな。ちょっと変だな。よいしょ。はい、今回に、今津駅紹介しました。この動画が良いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。次の停車駅は西宮恵比寿前です。